はい、こんにちは。 FTM ラジオ、りょうです。みんなが気になる、これ大丈夫なの？っていう質問にね、答えていきたいと思います。まず自分が思っている、心でね思っている性別のトイレに入るのは違法なのか。 FTM は男子トイレ、MTF は女子トイレに入ることは大丈夫なのか。答えは、訴えられるかもしれないよ。残念なことにね、みんながトランスジェンダーを理解してるわけじゃないし、中には女装してね、トランスジェンダーを装って女性トイレに入って悪いことをねしようとするやつもいるんだよね。だから MTF の場合は訴えられたり警察呼ばれたり、そういう可能性が高い。戸籍変更をしてる人は身分証明書をね出せば問題ないよね。でも戸籍変更してない人は診断書とか自分がトランスジェンダーであることを証明するものが必要になってくるんだよね。そんなこと言われても診断書なんて持ち歩かないよって思うよね。でもね、これはね甘いよ。ちょっとね、そこはもしものことがあるかもしれないから、俺は持っといた方がいいと思う。俺が思うに、トランスジェンダーはやっぱりね、性同一性障害なんだよ。障害者なんだよ。障害を持ってる人、持病を持ってる人はさ、みんな障害者手帳持ってるよね。持ち歩いてるよね。もし自分のねパス度が低すぎて不安な人とかは、やっぱりね俺はその証明書を持ち歩くべきだと思うよ。あとは診断書を持ってない人はどうするべきか。それはね、もう診断書をもらいに行くしかないと俺は思う。近くにそういう病院がないから持ってないとか、そういうのはね理由にはならないんだよね。誰もみんなさ、好きで診断書をもらいに行ってるわけじゃないんだよ。大変だけどもらいに行ってるんだよね。まあ中にはね1日でもらえるところもあるから、まあ遠いからとかね、そういう理由で通えないからとか、自分は診断書持ってないっていうのは、もう一つ、自分が思う性別のサービスを受けられるか。例えばそうだな、レディースセットとかレストラン行った時にね、ちょっと話が違うんだけど、俺はさ元女子なんだけど、レディースセットを食べたいなって思う時ってあるんだよねそんないっぱい食べないしさ、普通の男と同じぐらいの量は食べないしさ、あと甘いものも好きだから、もうレディースセットってもう俺にぴったりなんだよねまあ話は戻して、 MTF さんがそのレディースセットを頼めるかっていう話なんだけども、これは完全パスしてれば全然問題ないと思う。てか女装してれば、まあ完パスじゃなくても頼めるかなって感じだよね。だってさ、従業員の人にあなた男ですよねって聞くかな、女装してんのに多めに見てもらえると思うけどね。お店側にも契約の自由っていうのがあって、どんなお客様にどんなサービスをするかっていう自由があるんだよね。だから戸籍が女性じゃないとダメなんですって言われたら、もうそれは諦めるしかないんだよね。俺の先輩でまだ戸籍が女性なんだけども、男としてトレーニングジムに通いたいって言って申し込んだ人がいるんだけども、それはね断られたんだよね。今までそういう事例がないっていうのが理由だったらしいんだけども、これはお店側の契約の自由っていうことなんだと思う。もっとねトランスジェンダーの理解が広まって、お店側もねいろいろ対策を考えてくれて俺らを受け入れてくれたら嬉しいよね。トランスジェンダーみんなが戸籍を変えられるわけじゃないじゃん。だから戸籍変更をしたからって俺らはいいんだじゃなくてさ、みんなが同じ人間としてその人が生きやすい環境になることを俺は願ってる。今日も
グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。診断書なくすなよ。ではまた、バイバーイ。